はい、こんにちは、横山武史です。今日はですね、オプトインアフィリエイトについてお話ししています。で、こことここの違い分かると思うんです。オプトインアフィリエイトで他人のものの無料のものを紹介する、だからよくいつも例えるのがティッシュ配りして、そのティッシュ会社の人がね、僕らがバイトしてたとして、そのティッシュ会社の人が1枚僕らが渡すたびに、お客さんに配るたびに500円くれるとかいうことです。例えば、まあ、ティッシュ配りの場合は時給だったりすると思うんですけど、こっちの場合は300円から、まあ、200円も最近ありますね、から1500円もらえたり、昔は2000円だったりする時期もあったんですよ。でもまあ最近はもう200、300円とか500円とかそれぐらいですね、1000円弱ぐらいとか、そういうものを一件につきっていう頃からやると。で、ここっていうのは有料なんで、例えばいつも例えるんですけど、ティッシュを道端で売るっていうのは相当難しいと思う。テクニックとかいろんな経験が必要だと思う。できる人はできると思う。だけど、まずはだから無料から勉強していくことが大切で、それをやっていく間に、こっからここの間が大切で、で、ここのところですでに福禄寿って言ったじゃないですか。これちょっと初めての話かもしれないな。ひらめきますね。健康、お金、人間関係で、人間関係が自分、目の前の人、世の中、神様との人間関係と、で、自分が楽しくて目の前、この人たちが喜ぶようなことをすれば絶対にうまくいくっていう四方よし、こことこことここが三方よしっていう近江商人の考え方だと思うんですけど、ここも入れて斎藤ゆとりさんの四方よしで、そこの部分を、ここの部分、こっから上に行こうっていう話をして、この話をしているじゃないですか、僕。突き抜けるためにで、欲持ちまくってやるということを話したと思うんですけど、ここまで行った時にここ破れてるんですよ、自然と。で、こっちまで行けて、で、自分の商品、サービス、役割っていうものは自分が伝えて楽しいと。人の時は楽しくない時かもしれない、もしかして。だけど、それぐらいの欲を持つことが大切っていうことは言ったと思うんですね。爬虫類脳じゃないけど、本能っていうか、やっちゃるぞじゃないけど、勢いというかね、神田正則さんも同じようなことをずっと前の本にも書かれてあると思います。だから、あり方っていうのはその後でいいと。まあ、でも、あり方があったに越したことはないと思うんですけど。で、その勢いをいるためにも、ああ、そういう意味か。今喋りながら思ったんですけど、ここ行くためにも斎藤ゆとりさんが今、圧を上げるっていう、圧を上げる。で、圧を上げるっていろんなことを上げるんですけど、ここでだからこそ、ヴィトンやら、ヴィトンのバッグやら、ロレックスの、ロレックスの時計を持って、ておくっていうことが、ここを生きやすくなるっていうことなんですね。なるほどな。それをすること、そして、自分が楽しくてこれをやってれば絶対にうまくいくっていうことを言われてるんです、最新刊で。だから、そういうことですね。なるほど。何の話だったんだろう。うん、だから、まあその辺の話なんで、また次回もうちょっと具体的にやっていきますので、ぜひこの辺とかの話をぜひ楽しみにしていてください。以上です。ありがとうございます。